ンポン。うどん、それは腰。うどん、それは弾痕。なんか打たれてて受ける。うどん、それは喉詰まり。死ぬわ。というわけで、うどん、めっちゃ美味しいよね。ちょこちょこ危険な香りのする紹介やめろや。では、あかりちゃん、なんや、うどんといえば、あ、うどんといえば、新しい接近方法を見つけてくんをやめろ。そりゃあ、うどんといえば、喉越しとかおつゆとか、弾力のある食感とかやろ。そうですね、寝心地ですね。まずは、どういうこと？こういうこと。どういうこと？何これ、うどん布団。ちょっと陰踏んで夜夜顔すんなや。私もうどん布団で寝たい。寝ればええやん。ではちょっとお邪魔しまして。細すぎ、ちょっとした妖怪だよ。やめろ若たれ。でもすごい商品やな。よう思いついたな。こんな感じで包まれることで生まれる安心感がヒットの秘密ではないかと言われているそうですね。この特性が日本人の入眠に適しているのではとの声も多数あります。へえ、確かにそうかもな。何かに包まれるって安心感あるもんな。と思うで。え、あかりちゃんは何かに包まれたかったんですか？え、いや別にそういうわけじゃ。もう早く言ってくださいよ。先生が優しく包んであげます。面白かったらチャンネル登録してな。